こんにちは。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属人の楓です。土曜日、例によってバイオショックリマスター版続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ロドリゲスを殺すと出てますけれども、ここのエリア、頭のおかしい芸術家の言うことに従ってその芸術家の弟子たちを殺して回っているという、そんなおかしな状況になっていますが、まあ言われなくったってどうせその弟子たちと出会ったら多分殺し屋になったんだろうから仕方ないねっていう感じですけど、今いるのがここポセイドン、全部ポセイドンかこれで、目標がここなんですけど、ロドリゲスって前回出会ったんですよね。出会って今戦闘中になってるんでこんな BGM になっているんですけれども、ただそいつ逃げちゃってどこ行っちゃったか分かんないんですよね。で今探して回っている途中なんですけど、ここに行ってない場所があることに今気づいて、ここに行けばいいのかなということですが、先にこの部屋、ちょっと今さっき見つけましてね、真っ暗ですけど、地下の部屋、これ前来た時は扉が閉まっていたんですけど、スイッチがあってそれで行けるようになったんで、まずここから行きたいと思います。例によって何かありますね。あ、パワーステーション、これは助かる。さて、武器をアップグレードですけど、これね、多分全部の種類をアップグレードすることってできないと思うんですよね。クロスボウ破損確率、ああボルトが回収できる感じか、まあ、よりはダメージですよね。弾は余りがちですから。グレランへの耐性、これは自爆ダメージか、別に構わん。ケミカルガン消費率射程、ケミカルガン面白いけど別にって感じなんですよね。燃えて楽しい、凍って楽しいはあるんですけど、 DPS で言うとそんなにダメージ出ないから、この辺で言えばマシンガンかな。ピストルはなんせ DPS が低いからお手軽ではあるけど、マシンガンも言うほどなんですよね。発射レート高いけど、なんか弾がばらけて当たらないから、という意味ではクロスボウとかの方がいいのかな。クロスボウって遠距離攻撃、スナイパーライフルみたいにスコープはついてないけど、画面がアップになって遠くからの狙撃ができるんで、狙撃銃的な使い方ができるから、ちょっとこれやってみようかな。あんまり使ってないけど、これでステンレスボルトが、びっくりした。これ椅子に座ってたやつですよね。あれだ、そうだ、椅子に座ってたやつなんですけど、うわ、スパイダースプライサー、椅子に座ってたからてっきり石膏像かと思ってたら、まさかの、ずっと待ってたのここで。ということで、はよさんいらっしゃいませ。こんばんは。例によってます。お水飲もう。うん。よし。早速、体力がまずい状況だ。よいしょ。あ、金庫。ハッキング。いつものハッキングゲーです。まずこれ、こっち。あ、いいね。素直す。あ、待って。危っ。死んだらやってたらくっそ、体力回復した意味がない。ハッキング、そんなに言うほど難易度高くなかったはずなのに、なんでだ。これこう、さっさと 次をつなげていこう。だこうか。ちょっとのんびりしすぎましたね。前回までこの
あのハッキングの難易度がこのデッドエンドのマスが非常に多くなってて、すごいやりづらかったんですけど、なんだっけ、それを消化じゃないな、それに対抗するトニックが落ちていたんで、それを装備することでかなりやりやすくなりましたね。オートハッカーファストエイド、ファストエイドが取れないから使って拾う。よし、この部屋もうないないか。ワインがあるらしいけど真っ暗なんよ本当にさ。ここですね、ここに座ってたやつ、壁に向かって座ってて変だなとは思ったんだけど、まさかそんなことになるとは思わなかったわ。ここはワイン棚、ワインダル、ワイン棚だ。さて、じゃあちょっとここの行ってない部屋に向かってみようと思います。どうやって行くかっていうと、階段がこの上にあるらしいから、あ、下か、下だ、地下だ。ここですね、モアアイテムス、開花にさらに豊富な品。ちょっと待って、あそこになんかいるわ、こいつ倒してからにしよう。置いてこいよ、強っ。いや、レンチめっちゃ強くなったな。振りが早いっていうのもあるけど、あ、誰かいる、まだいる。ん、今消えた、え、爆発した。あー、これあれだ、投げてくるやつだ。これか、投げてくるやつってまだ、え、違う、あれボスじゃん、ボスだわ。ちょっと写真撮影できるかどうか試してみよう。どこまで逃げたの。あそこに誰かいるけど、あれは違うよね。あんまり遠くに逃げられたらやりづらいことこの上ないが。どこ行った、ピコピコ行ってんね。あ、あいつか、違うな、こいつは違う。うい、肝心のボスがいない。お、これか、あ、これだ、これだ、これだ。あれ、なんかビッグダディに追われてる。急げ急げ、逃げる方向決まってんのかな。よいしょ、いい、やばい、爆発する、おう、痛い。あ、この人は撮影できないんだ。じゃあ、この火炎瓶を投げてやれば。あー、失敗。なんか、お、いいね、お助けが来てくれましたよ。いたいた、よいしょ。またそっち逃げんの。じゃあ拾えない。よし、おう、ちょっと待って、急に来るじゃん。おー、これいって大丈夫。あ、ダメだった。やりづらいな、逃げる相手ってのは。どうしよう、普通に倒すか、殴り倒しちゃおうかも。どっちだっけ、こっちだ。相手燃えてるんだけど、あんまり火炎に耐性は、目標更新？
ってしまう前に写真を撮るんだ。ちゃんと、え、どこで？あれか、うん、多分あれね、警備ロボットが倒してくれたんでしょうね、私が死んでる間に。上の階よね、これ。上の階の長い廊下っぽいから、ここじゃない？だだだ。あ、あったあったあった。ホットライトが当たってる。これ、この人ずっと逃げ回ってたのかな？やりづらいったらありゃしない。さあ、写真撮りましょう。あ、先に調べよう。オールドハービンガービール。なんそれ。あ、撮っとこう。で、写真を撮ります。アップで撮ります。6弦になってて誰が誰か分かんないですけどね。これ自分で燃えたんでしょ。はい、撮りました。ついでに言うとですね、どれだっけ、ビッグダディの、あ、ショートしますけど、ん？今なんかあったな。警告、厳重、あ、これのことか。ヘビ中。これ何？グレネードボックス。グレネードはたくさんあるから。お？グレネードはたくさんあるからいい。ガンタレット。あ、そうか。ここのガンタレット壊れちゃったんだ。誰にやられたんでしたっけね。レンチ。ああ。ビッグダディどこ行ったんだ。さっきまで足。おう、誰かいるわ。いいね、スパイダー2発で殴り殺せるっていうのは非常に便利でいい。なんかこの人たちみんなこんな格好し始めましたね。前まで普通の格好だったんですけど、鉄構造みたいになっちゃってる。ん、誰か引っかかったね、警備に。ああ、あそこにビッグダディいるんですけど、なんかうろついてるビッグダディって私を見ても別になんとも思わないっぽい。倒しちゃってもいいんですけど、倒す意味合いはないんで、まああれですけどね。なんかやり合ってんね、やり合ってんね。私この人撮影したっけ？したよね。してなかったわ。ファイダーってまだ、あ、セキュリティボットか、これ。いない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 、ちょっとやめて、セキュリティボットを倒すんでしょ？なんで私やられてんの？セキュリティボットどこ？あ、いた、これか。遅かった。使って取って、はい。ということで、4人目の、弟子の写真が撮れたんですが、さっき言ってなかったこの地下ちょっと行きましょうか。広いね。いかにもボス戦しますよみたいな雰囲気の場所なんだけど、こういうわけではないの。外の街が見えますね。あれはここは海底というか水中というわけじゃないのかな。どうなんだろう。お、これはトニックではですね。追加栄養に。これは回復アイテムの回復量が上がるみたいなやつでしょう。ですよね。いらない。センサー前にさっき買ったのに。おお、お前もか。あ、撃つぞ。くっそ。え？消えた？急に現れて急に消えるね。え、どこ行った？え、なんかこれそう？これそうだわ。いやー、宇宙。やっぱりピストル当てになんないな。もう一回行こう。いいや。やっぱ少なく
ああそうか、相手が動かないんだから、動かなかったんだからロスボでヘッドショット狙ってもよかったですね。ヘッドショット判定があるかどうかわかんないですけど、燃やす、それとも燃やすのは楽しくはあるんだけど、ほら最初は誰もいない、今も誰もいない、オートハッカーはもう持てない、いないね。イベント戦だったのかな、だから私が負けたからみんなデスポーンしちゃったのかしら、悔しいな。体力気を配らないがち、さっき1体は倒したはずなんだけど、あこれか違うな、1体は倒したはず、いや倒して、あいたわこれな、どうしよう、これでヘッドショット狙ってみるか、ほい、いいね、やるじゃん、強いな、強いぞ強いぞ、さっき改造したからっていうのもあるのかもしれない。スパイダースプライサーいいね、酵素サンプル、酵素、あまた出た、いいね、敵が動かないでいることはあんまないんですけどね。アルコール4ドル、うん、こんな感じ、 OKOK、 あーここはつまりトニックがあっただけか、あんまりだったな。じゃあ進めていきましょうここのリトルシスターずーっと隠れてんのよね。こんばんは、どうも西さんもこんばんはです、今日もありがとうございます。あなんだなんだあそっかあのいつも、あすいません、本当すいません、別に別にいいんですよ、いいんですよ、でいいんですよ、ありがとうございます、でも本当にいいんですよ、いいんですからね、もう十分いただいてるんで、ええ、あー申し訳ねえですな、月初なので、あそうか5月に入りましたもんね、いやいいんですよ、別にいいんですよ、ですよ、たくさんいただきましたから結構でございますんで、本当にありがとうございました。なかなかね、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 すいませんね、いつも本当に。ヘッドショット狙うわ、狙えるわ、いいね、ヘッドショット。あ、じゃないや、そう。で、4枚目の写真が撮れましたので、これを飾って、多分、あの頭のおかしい芸術家と、あれ？なんか私の写真塗りつぶされてない？なんで？まあいいか。じゃあ4枚目これを飾ることによって作品が完成し、あ出てきたわ、あいつ公演か、頭のおかしい芸術家がようやく出てきたっていう感じですね。こいつをぶっ倒さないのかな、え、なんか爆発してるけど仮面取ってる、人に作品を完成させるな、まあそうなんですけど、この人ずっと引きこもってて出てこなかったんですよね。まあでも半分はね、半分は彼の作品でもあるんですよ。このぶっ倒した死体は彼の弟子なんで、え、なんて言ってる、よろしく言ってくれとライアンに伝えてくれ、作品を一つあげよう、あもしかしてここのトニックくれるの、あ、開いた、助かる、医療専門家パワーアップいただきます、ファストエイドの回復量が今まで以上になります、まあ、ひとまずもらっておこう、え、さあ行けって、どうしたんだろう、ずっと連絡をしてたんだぞ、
ファエストス。あ、もうなんか物語弱いそう。この人とやり合うのかなと思ってたけど、それはないんですね。共同著者として名を載せてもらいましょう。あんなおかしななんか人の死体を掲げて作品ですはちょっと言い難いな。嫌ですね。美味しい思いをさせてお茶を濁したなそうかもしれない。ここにあと3人分の写真撮ってきたんですけど、塗りつぶされてるのがちょっと気になるな。え、すごい気に入ってんじゃん。この人とやり合うことはなかったのか。じゃあ、次のステージに進んでもいいんですけど、ちょっとですね、一箇所行ってないところが、一箇所行ってないところがあって、ちょっとそこだけ覗いていきたいと思います。ここがですね、実はさっき、ああ、誰かいるわ。うぇい。めっちゃ強い。本当にレンチがめっちゃ強くなって、使いたい放題、殴り放題。あ、ここだ。ここ前までさっきの公園ってやつがいた控室だったんですけど、扉が閉まっていて入れなかったんですよね。公園が出てきたおかげで入れるようになりました。ちょっと調べていきましょう。うん、レンチね、本当に強くなったんですよ。この振りの速さでダメージも増えたし。チンコンか。相当自己評価が高い人ですね。自分は地上でも成功できたんだけど、ライアンのためにここにこんな海底の海の底までついてきてやったんだよみたいな。けどなんかもうちょっともう見放した感じですね。レクイエムを送るみたいな。組織単位点、究極の電気系トニック組織単位点で体の電圧を目いっぱい高めましょう。これはあれかな、ダメージを受けたら相手にビリビリさせるみたいなやつかな。いいんだけど、なんせレンチが使いやすいからな。あ、ここから劇場に向けてなんか作品あるね。ここから劇場に向けてこの映写機で映していったんですね。フィルム、異物注入器は取れない、ピアッシング取れない、コンテナ、机のことかな。フィルム、ディレクターズコメンタリーは今は触らない。アブさんって何、これは何だ。アブさんを取るとライフは少し回復するが、インプは少し減少する。アブさんは効くゲーム的にはアルコールと同じ感じですけど、何なんだろう。映写機の部屋、昔の映画館的な感じですね。だからフィルムがこんなにたくさん落ちてるわけですね。もう持てない。よし、じゃあ行きましょう。これは見たな。ということで、これで次のステージに、どこだっけ、なんとかっていう場所に行くための潜水球が使えるようになったので、それに乗ってさっさとこんなところからはおさらばしましょう。どっちだっけ、こっちではない。全部行った、全部行ったね。あれ、ここ暗いな。ここのことかな。ポテチ。スタミナバー。キャッシュレジスターってどっかなかった。あ、これか。あ、違うな。ここじゃないな。
もうちょっと向こう。お？お、酵素サンプル。ん？酵素サンプル。こっち？おお、びっくりした。ご苦労。いや、違うな。まだ向こうだ。ここを出てこっち？え、現在地どこ？これ上の階か？あれ？あ、これ部屋じゃないわ。階段のマークか。わかりづら。まだ行ってない暗い部屋かと思ったら階段マークだったわ。じゃあ全部行ったでしょう。ということで、潜水球。この3人のリトルシスターは全部助けたので、私です。イエス。強いなぁ。ほんと強いなぁ。気づかれてなかったらこんな感じで。あれ、どっちでどうやって行くんだ？ああ。これか。頭の上の。こっちかな。いて、落下ダメージあんの。頭の上の矢印に向かっていけば連れてってくれるんでした。え、あ、これよね。レイヤーが後ろになってる。古いゲームですからね、隠れているのに気づきませんでした。お、なんかあったっけ。あーはん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 。ジンバンクは必要ないか。はい、ということで、潜水球が戻ってきていますので、これに乗って、おお、誰かいるし。こんなとこにも、芸術作品が置かれているということ。よし。今いるのがフォートフロリックで、次がヘファエストス。でも残り3つあるから、まだやっぱり、ライアンと直接対決ではないのかな。いや、新しい場所行ってみましょう。相当自分自身は能力アップしてきて相当強くなった感あるんですけど、まだあのなんだっけ、スロットが、プラスミドスロットが全部空いてないから、そこが気になる。結束？どういうこと？ライアンは遺伝子キーを持っている。それを奪ってこんな地獄からはおさらばしよう。それができなければ私たちはおだぶった。え、遺伝子キーなんか何に使うの？ライアンのオフィスに行って恐縮だが、あいつをやって。恐縮だが。もう終わらせよう。いや別に私はさ、ライアンに興味ないし、地上に戻してくれればそれでいいんだけど。信じていた。だが今ではネバーランドで堕落して、誰かがかけてくれる称賛の言葉をただ待つだけのような。才能が枯れたのかもしれませんね。だから公演は君を生かしたのかもしれない。ああ、なるほどね。まあまあ確かに観客は必要ですもんね。ということで、スケードライアンはしたい。ラプチャー、ノーベンバー5、1946年。ワンマンズビジョン。マンカインズサルベーション。ある男の夢、人類の救済。ビジョンを夢って訳すんですね。ほえーん。ニューススタンド。新聞は読めない。特別な贈り物のために。For that special gift。タバコ。ハッキング。オートハッカーを使うほどではない。
まずこれ上やって、やって、横行って、まっすぐがないな、やっぱり。これ。真横にどんどん進めていきたいんですけど、あ、よし、間に合った。1234、やっぱり、行き止まりパネルは減りましたね。本当に2つ減るだけでも、2つ減るだけでも十分役に立つ。ステンレスボルト。お金が452、500までしか持てないことを考えると買っとくか。なんかなぁ。よし、行きましょう。エファエストスって書いてある。そして早くもボス戦の雰囲気。矢印はあっちに反対に向いてんですけど、あ、どっちでもいいのかこれ。いるね、あ、いたね。後ろから近づいて殴り倒す。おい、もう一人いるけど罠があるな。え、罠じゃないの？さっきビリビリ言ってたの何？なんだあれ、新しい敵か？あ、取れない。最初の研究は完了している。おー、いいね、クロスボウいいな。気づかれずにヘッドショットで倒せるのはとっても便利。ゴミ箱。はい、何を調べていたんでしょうね。ダギッシュスプライスター。一応向こうも見ておこう。あ、死体。え、この人、顔がすごいことになってますけど。女の人？どこ？これもプラスミルの遺伝子をいじってしまったやつの末路。あ、ガンみたいなもんよね。ゴミ箱。うん、オッケー。こっち、ライアンの執務室に行く。マップとしては狭いなと思ったけど、そんなに狭くないわ。なるほどね、長い旅がここから。またここが工業区域なのかな。行くごとに味わってみるがいい。このアンドリュー・ライアン、何の話？戦うの？こっちにはレンチがありますよ。ん？いた。いるね。あ、いたね。いたね。ちょっと隠れようか。来るね。こっちは姿を消してるんで、気づいてないっぽい。で、背中を向けた瞬間に後ろから殴るということ。お、ちょっと待って。え、意外と体力高かったな。なんだ今の。デッドヘッドスプライサー、いつものやつと変わんないはずだけど。ケミカルガン、大血まみれ。お水飲むか。うん。バーニング、デンジャラス、マシナリー。何がどうデンジャラスか、何がどうデンジャラスか分かんないけど、マシーンに潰されたのかな。あんまり動くような雰囲気はないけど。
ああ、グレートチェーンですね。オフィスオブアンドリュー・ライアン。アンドリュー・ライアンは本当にどういう立場の人なのか。うん、またタレットだ、あれ。まず。気づかれた。そりゃそうよね。デコイ置いて。で、ハッキング。そっちじゃない、向こうの敵を狙ってくださいよ。そう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 、いいんじゃない。結構タフだったな。ここの敵ってやっぱり体力が高いのかしら。グレネード持てない。違反機はハッキング。ちょっと高いけど、まあやってみるか。オートハッカー、まあいいか、やってみるか。まず上、こっから右。あー、やばい。うわー、危な。こっちか。横に行きたい。よし。いいね。あと、真横があればいいんだけど、こうしてこうか。危な。いつもの調子で、時一とは反対方向に持っていったら、行き止まりだった。またハッキングの難易度上がったな。難しいね。完了。買えるものは特にないか。箱。ライアンが掌握。これは、あー、オッケー。ちょっと待って。これ聞くわ。フォンテイン未来技術者。フォンテインってあの水産会社のフォンテインよね。フォンテイン水産から始まってフォンテイン未来技術者ができて、それをライアンが乗っ取ったみたいな感じですかね。国営っていうから、国営？ここ国なの？じゃあライアンは国家元首みたいな、そんな感じ？間違えたのだ。西木さんがね。はいはいはい。いいね。フォンテイン水産がプラスミドとかアダムの技術を開発したんかな。あの、なんとか博士で。それで、フォンテイン未来技術者を作って大儲けしようとしたけども、それをライアンの力によって買い取られたみたいな感じかしら。それで戦争が起きた。的な流れ。な気がする。どう？誰か声がした。ここはこれだけ。あっちにジーンバンクがある。ジーンバンクよりもプラスミド売ってくださいよ。プラスミドスロットか。フットアウェイユアツー。フットアウェイって何？フットアウェイって遠くに置けみたいなイメージがあるけど違うのかな。邪魔します。誰かいそう。結構広い。え、何その BGM。 あそこなんかありそうね。あ、ケミカル、違うな、あれグレネードの弾か。はい、インコ。うん、門の下見。結局レンチでこと足りてるのはある。まあ、レンチがなんだかんだで使いやすいんですよね。近づいてボタン連打すればいいじゃんっていう、そういう使い方だから楽チンではあるんですよね。門の下見見てみよう。キブルツ誰？ここの間に森のない範囲でダイヤのゲートにできるだけ近づこうと試みたんだ。復活祭まではあらゆる方法で守られてて、あそこに入り込むのは不
首相官邸的な。結局のところ俺が得たものはスプライザーどものケムクジャラの目玉だけ。ケムクジャラの目玉。世代最高の電気技師に対抗した大将だ。世代最高の電子技師に対抗、ライアンのことかしら。ライアン実は有能なやつなんですかね。包帯いらん。まずハッキングしよう。難易度高めですね。曲がりたい曲がりたい。危ない危ない。あと真横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 。よいしょよいしょ。真横真横。やばい、真横1個しかない。1個しかないが、こうしてこうしてこうか。あ、これ使ってもよかったな。いっか。オッケー。ちょっと難易度高いな、やっぱ。完了。エレキショット1個買ってかな。おい。オートハッカー売ってるんだから、オートハッカー買って使えばいいのかもしんない。もうね、無理して。やんなくってもいい。どうしよう。トマツ横。トマツ横。こっから上に上げてと。いや、こっちじゃない方がいいか。で、こう。うん。結構曲がりくねったパーツが多いから。くねくねと進める方が進みやすい気がする。え？か。ああ、贈り物。気に入ってくれたかしら。誰？どこ？誰？どこ？俺のこと？グレネードランチャー。グレネードランチャー、弾今いっぱいあるから拾っても無駄になるんで、置いときます。ん？これイオンジェルの缶。アイテムではないな。輸入機は、今はいらない。プリーズスタンバイ。いいですね。レトロフューチャー感のある、この見た目。いいと思う。これだけか。この辺はない。あ、箱こんな感じか。こっち側は塞がってるので、反対側の出入り口から出る。ん？ここね。あっと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 。はいはい。ちょっと まだ開かないでほしいな。誰かいる？いそうだな。そうだけど。ハッキング。ちょっと、ハッキング。ここはもうオートハッカーでやっちゃおう。よいしょ。これ何？なんでもない。これ何？ドール。これ何？なんでもない。クラフトステーション。ハッキング大満足を作れるぐらいかな。ウォーミングロケット売ってないから、これやっぱ自分で作らないとダメなんですかね。こうなると貴重なアイテムね。ほな、行きますか。ライフステーションはハッキングしておく。うん。うん。これいいね。
声がしたから何かしらいるとねえ。お前がそうしたんだろう。俺が普通であってクズではないでしょう。壁とはなんだ。壁とはなんだ。大体この世の中をプライサーまみれにしたのはお前じゃん。あ、なんか釣られてるわ。お、うるさいな。このドアの向こうか。エファエストスコア。中心部らしいですね。先に死体を調べていこう。末期だな。誰が、あ、ゴーストサンプル。これライアンかな。ライアンの銅像の前にこうやって死体並べるとか。あー、うー、あの癒やしい猿とジャングルのような生活を3週間しなきゃならなかったけど、最後の最後にどうやってアンドリュー・ライアンにたどり着けるか喋ってくれたわ。ハーモニックコアシャープ3で交換電流のオーバーロードを起こせばいいのよ。ん？問題なのはそれらが何かってことなの。エンジニアん？なんかよくわかんないけど。何？盗んだ靴で歩こうとする寄生虫どものようだ。それが不可能であることを科学的に証明してやりたいところだが、おそらく聞く耳すら持たんだろうな。ちょっとアメリカ人外人らしいをちょっと持って回った言い回しだから、何言ってるかわかんないですね。まず撮影するか。全員撮影終わってたわ。じゃあマシンガンで倒そう。